い、ありがとうございます。まあ、この動画ではボーダレスジャパンに入って何してたのかっていうところをお聞きしたいなと思っていて、はい、1年目は何したんですか？1年目はボーダレスハウスっていう、はい、日本の方、海外の方が一つの家に半々で住んで国際交流しましょうという事業部に配属になって、最初は、まあ、業務全部ですけど、うん、プラスそのマーケティング的なところをさせてもらってて、この事業の中で大きく自分の中で転機があったのってあります？最初の1年半日本にいて、2年目の10月から、はい、台湾の、はい、拠点立ち上げに行って、はいはい、で台湾で2年過ごして、はい、で、まあ、黒字化したところで日本帰ってきて、はい、なるほど。じゃあ新卒2年目でもう新規立ち上げみたいなのをするんですね。そうですね、もう拠点立ち上げみたいな感じですね。はいはいはい。いやまあでも国も違うんで、そうですね、まあもうサービス立ち上げと同類だと思いますけどね。そうですね。改めてそこはピープルポート始めて、はい、ゼロからサービスを作るのとはまだやっぱ違うなっていうのは学びがあるんですけど、コンセプトっていうか、はい、そういったところの設計っていうのはもうあるんで、まさにそれをどう盛り込むかみたいなところなんですよね、まはい、どうローカライズするか。いや道筋は見えてる状態なので、はい、まあ、とはいえそうなると台湾の状況とかニーズとかの把握から始めるじゃないですか、はいはいはい、めちゃくちゃ労力かけると思うんですけど、はいはい、2年で黒字化まで持っていくって結構すごいなと思ってて。いや時間かかりましたね。あ、そうですか、はい、元々見立てで言うとどれぐらいで黒字 1年ぐらいでいけるんじゃないかなと思ってますあの台湾も、まあ、台北もあるし高雄みたいな下の部分もあると思うんで、そうですね、そうですね、基本的にはもう台北でやる、基本的に台北で、はい、うん、じゃあもうそこのコンセプトが決まっていた。そうですね、だからそこに対してどうなんかいけるかいけないか、まさにきっとできるかみたいなところやってたんですね。はい、やっぱもう外国の方が多くないとコンセプトが成り立たない。確かに半分半分なんで。そうですよね。そうなんです。実際駐在するわけですよね、はい、台湾に、はい、どんな感じで生活とかお仕事されてるんですか？最初の1ヶ月ぐらいは、はい、家なかったんでどうするんですか？ゲストハウス住んで。あ、そういうことですね。僕の最初のミッションは自分の家住むところを確保するためにシェアハウスの物件をいち早く見つけるみたいなで行って1、2ヶ月目ぐらいにもう物件見つけて契約まで行って、はいはいはい、あとはいろいろ整えたりっていうのが終わったのが2ヶ月目ぐらいかな、はい、そこでやっとちょっと安定して住めるとこがあったね、はい、まあ、イコール我々のシェアハウスに自分で住むみたいな、はい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 、なるほど。でもコンセプト面白いですね。そもそもまずシェアハウスっていうのをまず見つけてきて、はい、それがいわゆる今後のボーダレスハウスのシェアハウスになるっていうところをまず見つけてくるんです。そうですそうです、はい、もちろんこのぐらいの人数でこのぐらいの、はい、家賃帯一人一人積んでもらえるとちゃんと利益が出ますっていうのを試算出しているので、はいはいね、それに合う物件を見つけてきて、基本的にはその物件を増やしていって、うんうん、でそこに対して住んでくれる方をちゃんと見つけてくるっていうのがモデル、はいはいはい、なので、まあ、1軒目は、まあ、台湾のことを僕全然知らなかった、はいはい、行ったの2回目とかだったので知らなかったっていうのと、うん、最初マーケティングも含めて密にコミュニケーション取れた方がいいよねっていうので、まあ、私もそのハウスに住む前提で。実際でもそこってまだシェアハウス化をしてないんですよね？してます。あ、はい、してたんですね。もうお客さん募集してました。あ、その時はもう何人ぐらい応募とか来てたの？いや、もうさ住み始めた時しばらく一人でしたよじゃあ結構広いところに一人めっちゃその物件10人住めるとかあって、やばめっちゃ広いところに一人ポツンっていてやっぱ住むとなんかあお湯の出が弱いとか、はいはいはい、改善ポイントが出るんですね。出るんですよ、うん、家具とか食器も全部揃えるんですけど、これはあった方がいいなみたいなのが全部分かってくるんで、うんうん、入居者さん募集かけながら、はい、そういったところをなんか改善していくみたいな。なるほど。そこから急激にガーッと増えたところっていつのタイミングだったんですか？最初はちょっと時間かかったんですけど、どうしてもやっぱスタッフのオペレーションを作っていかなきゃいけないとかあったので、はい、3、4ハウスぐらいまでガッといって、はいはい、実動2、3人、3、4ハウスぐらいになってくるとギリギリ回せる。でそこから15くらいまでを1年かけてみたいな。あ、そうなんですか。月1個はい、は新しい物件ができてくる。あ、でもすごい大きいですね。そしたらそうですね、3、4人とかで当時多分回してたので。へえ、なるほど、はい、ちなみに台湾にいた時に、はい、一番大変だったなって思うことあります？まあもう立ち上げやってる時点で大変なのはもう分かってるんですけど、一番ストレスかかってたのは、はい、チームのマネジメントですね。就職して何年目の時でしたっけ？2年目ですね。早すぎるんだよね、はい、もうそこまで行くのは確かにすごい。そこだけでしたねそれチームのマネジメント難しさっていうのって何が一番難しかったですか？文化の違いもあるんですよ、まあ、ベンチャーなんで、はい、いきなり高いお給料も出せないし、うん、でもその分正しい取り組みに対して共感してもらうっていうところは前提で入ってもらってるんですけど、給料ちょっと
っときついみたいな話がメンバーから上がってきたり、日本だと自分の給料って他の人に言わないじゃないですか、はい、言わない。うちのメンバーだけなんか台湾がそうなのか分かんないですけど、はい、なんかうちのメンバーみんなで言い合ってて、でなんで私はだとあの人と同じなんだみたいななんで知ってんのみたいないやいやこれがこうだからねみたいなのを本当にちゃんと説明しないとガンガン来るん で給与交渉もちろんあるし、うん、そこがもう今一つストレスだったのと、何も右も左も分かんないみたいな人間で、自分の仕事ですらも手一杯で、他の人がどういうことをタスクとしてやってみたいなこともうまく割り振れてなかったので、うんうんうん、それに対してやっぱ不満が出てきて、はい、僕を飛び越してそのリー、はい、に あいつはもうダメだみたいなのが話来ているのもあったりとか青山さんはダメだみたいなのもあります、エスカレーションするし新しいです、新しいです、きついですよね。だそういうストレスが、はいはいはい、多分当時は一番多分きつかったですね。それは確かにマジできついですね。逆に一番嬉しかったことってあります、はい、1軒目の物件を貸してくれた時は嬉しかったですね。そっか、もともと信用とかも何もないですもん。貸していいのかどうかっていうところもあるんですよね、はい、当時24歳、うん、で一緒にやってたメンバーも同い年ぐらいだったので、はい、若い人たちが年配の、まあ、資産家の方に、はい、あなたの持ってる物件貸してくださいと、うん、でしかも向こうが提示してる家賃より6、7掛けぐらいの値段で貸してくださいって、はいはいはい、まあ、当然無理な話なんですけど、はい、お手紙書いたりとか、はい、話し合いさせてもらって、最終的にはあなたたちは信用できそうだから貸すよと。え、その金額で？もう我々のいいねで。うわすごいわ。やろうとしてることもすごい素晴らしいと思うし、はいはい、そんな頑張ってるんだから貸すと。だからただちゃんとこの借り続けられるように事業頑張れよみたいなことを言ってくださって、めっちゃ嬉しいですね。それめっちゃ嬉しいですね。一軒目はすごい印象に残ってますね。うわそれはいいですね。どういう方、まあ、どういう志を持った方だったらボーダレスジャパンと会うよみたいなところって何かあります？まず自分がこの問題とかこういった人たちの状況を何とかしたいっていうものが あること、はいはい、事業家、起業家という枠の中で話をすると、うん、そういう、もう強烈な思いを持ってること、はい、なんか携わりたいとかっていうレベルじゃなくて、うんはい、一つ、もう一つはやっぱいい意味で空気をまず自分でゴリゴリやれる人。なるほど、ね、じゃないと正直難しいかなと思います。あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱ自分で積極的に動けないと。あ、無理ですね。そこはもう無理なんです、ね、無理だと思います、はい、もちろんいろんな助けてくれる仲間本当にありがたいことにいるんですけど、やっぱりそれは自分が起こした行動に対してレスポンス、うん、そのレスポンスをくれるところだけでありがたいんですが、うん、そもそもこちらからやっぱアクションを起こさないと。なるほどね。得られない、向こうからは教えてくれないよって。そうで、基本的には手取り足取りみたいな感じじゃないですね、うんうん、はい、あ、なるほど。じゃあ基本的には積極的に行動ができる人と、あと強烈な思いがある人。そうです、ね、まあ、強烈な思いっていうのを課題を解決するとか、はい、問題っていうのを解決するためにに強力な、まあ、思いがあってる。そうですね、人なんですね。そもそもその強烈な思いがあったら動く、まあ、そうですね、基本的にそうなんですよね、はい、なるほどな、わかりました、ありがとうございます、はい、この動画ではボーダレスジャパンのでどういう働き方してたのかっていう部分をお伺いしましたというところで、まあ、次の動画では今されている事業のお話をしていただこうかなと思ってます、はいはい、じゃあこの動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。